フォガットは1970年代初頭にイギリスで結成されたロックバンド。前身はサボイ・ブラウンであり、同バンドの分裂時に一部のメンバーがフォガットを結成した。メンバーはほとんどがイギリス人だが、サウンド的にはアメリカンロックよりで、特にサザンロックにも通ずるツインリードギターを押し出した土臭いサウンドを特徴としていた。バンドも アメリカを拠点としながら活動。フール・フォー・ザ・シティなどの曲でヒットを飛ばす通して、アメリカで人気を博した。1971年、当時イギリスのブルース・ロック・バンド、サボイ・ブラウンのメンバーだったロン・サム・デーブ・ペバレット、ロジャー・アール、トニー・スティーブンズの3人がバンドを脱退し、ギターにロッド・プライスを加えて、フォガットを結成する。1972年、アメリカのレーベル。 ベアズビルよりアルバム、フォガットでデビューを果たした。このアルバムをプロデュースしたのは、同レーベル所属アーティストでもあったトッドラングレンだった。中でも、冒頭を飾るマディ・ウォーターズの有名ブルース曲をアップテンポにした I Just Want、アイジャスト・オン a ツー、メイクラブ・ツー・ユーは、原曲のイメージを一変させる、ツイン・リードをフィーチャーした、ハードロックバージョンであり、 彼らのサウンドを象徴する代表ナンバーの一つとなった。翌1972年にはセカンドアルバムを発表するが、このアルバムも内容は違うが、同じくタイトルは、フォガットとされた。ただし、ジャケットに石とロールパンがあしらわれていることから、ファーストと区別するため、ロックンロール、あるいはロックンロールアルバムなどと呼ばれている。 1974年のサードアルバム、電撃のフォガットは、ヤードバーズのトレーン・ケプト・エー・ローリン・長のハニー・ハッシュなどを、はじめ、よりハードに、スケールアップしたナンバーが並び、フォガットサウンドの発展の跡が伺える作品となった。4作目のロックンロール・アウト・ローズ発表後、トニー・スティーブンズが脱退する。公認として、同アルバムのプロデュースを担当したニック・ジェームソンが、 迎え入れられた。4作目までは、フォガットはヒットに恵まれなかったが、バンドは5作目のアルバム、f ール l for シテ e City をリリースする。このアルバムは、スローライドが全米トップ40に食い込むなど、バンド最大のヒットを記録した。また、タイトル曲、f ール l for シテ e City も人気となった。同作発表後、ジェームソンが脱退し、 カリフォルニア出身のクレーグ・マクレガーが加入する。新ラインナップで、ナイトシフトそして、バンド初のライブアルバム、フォガットライブとリリースを重ねていった。特に後者のライブは、ベストアルバム的な選曲と、オリジナルのスタジオ版をしのぐ演奏で、バンドの絶頂期にふさわしい内容だった。1978年の、ストーンブルーでは、 ロバート・ジョンソンのスイート・ホーム・シカゴ、エルモア・ジェームスのイット・ハーツ・メトゥーとストレートなブルースを取り上げているが、特に前者はロッド・プライスの豪快なスライドギターをフィーチャーしたハード路線でフォガットのハード・ブギの健在ぶりを見せつけている。しかしながら、以降バンドは徐々にその勢いを失っていった。1980年のタイト・シューズを最後にロッド・プライスが脱退。 ギターが主導的役割を果たしていたバンドのサウンドの中で彼の抜けた穴は大きかった。バンドは新ギタリストのエリック・カートライトを加えて活動を続行しシングルサードタイムラッキーを発表した。同曲は全米チャートでは彼らの代表的なヒットとなった。続くガールズとチャットボーイズとバウンスでは 従来のようなテンションの高さを聞くことはできなく、なっていた。バンドは、あと2枚アルバムを発表し、1985年には、事実上の解散状態となった。1980年代の後半には、ドラマーのロジャー・アールが独自に、フォガットを再結成。これに反発したロンサム・デーブも、別のフォガットを結成し活動するようになった。二つのバージョンのフォガットは、 メンバーを変更しながら個別に1990年代初頭まで活動を続けたが、アルバムをリリースすることはなかった。ロジャーとデーブが和解し、1994年、オリジナルメンバーが再び集結して、久々の新録アルバムとなる、ザリターン・オブ・ザ・ブ・ギ・メンをリリースした。同作では、アイ・ジャスト・オント・ツー、メイ・クラブ・ツー・ユーを原点に帰って、 ブルースっぽいアプローチで再演したものが収録されている。ロッド・プライスはこの復帰作リリースの後再度だったいし、続くライブアルバム、ロード・ケーシズでは公認ギタリストとしてブライアンバセットが参加している。2000年2月7日、オリジナルメンバーでバンドのリーダー的存在であったロンサム・デイブが癌によって他界してしまう。もはやバンドを続行することは、 不可能と思われたが、バンドは公認に、元テッド・ニュージェントバンドのボーカリスト、チャーリー・ファーンを迎え入れ活動を続けた。2003年には、ロンサム・デーブがいない・フォガットとしては、初のアルバムとなる、ファミリー・ジュールズをリリースする。この後、ドニー・スティーブンズが脱退するが、公認に、再度クレイグ・マクレガーを加え活動を継続した。一方、ロッド・プライスは脱退後、 初のソロアルバム、オープンをリリース。だが、彼は2005年3月22日、誤って階段から落ちた、サイの頭部の怪我が原因となり亡くなった。2018年2月9日、長年のベーシスト、クレイグ・マグレガーが、肺がんのため死去。68歳だった。公認として、闘病中から2015年彼の代役で、参加していたもと、 パッド・トラバーズ・バンドのロドニー・オキリンが正式メンバーとなった。フォガットという一風変わった名前は、ロンサム・デイブが幼少期に彼の兄とスクラブルで遊んでいた際に作った造語だという。ファーストアルバムをレコーディングする際にバンド名が決まらず、デイブがこれにしようとメンバーに提案した。ありがとうございます。